今急にやるって言ったから人来るかな、見に来てくれる人いるかな。長袖パジャマ、今日はね8時ぐらいから大富豪配信しとってんけど、なかなか遅刻クルートで、まあ、SK メールの方でちょっとポロッとボソッと時間は伝えとってんけど、なかなか会えへんかった。今日はね、時計が良くないかなとか思ってきたけどな、難しいの。ちょっとなんかゴールデンベッドタイムをちょっと外してみてんけど、そうでも中で会えたの多分3人くらいかもしれへん、多分おそらく。でもなんていうの、 大富豪の時の一言メッセージのところの何いいね数か、あれがねちゃんとあって、あやってくれてる人おんねやって思って嬉しかった。うん、すごくない？3回くらい同じクルーに会えたってすごくない？そう言われんねんな、時間何見てんの？時間はね、ちなみに地下の昔から10年くらい前から使ってる、いや10年は遅いわ、あ10年かもしれんくらい前から使ってる目覚まし時計電池とかも全然変えてへん。よくさ、みんな大富豪とかさ、そういうところなんかタイミングあって見れたよね。なんかほんまにギリギリのタイミングで富豪貧民とかにするねんけど、こちらこそ。あ、パソコンの時計と5秒くらいずれて早めに押してしまった時にあったって。難しいですな。今度じゃあもうちょっとなんか時間ずらして、なんかお昼時とか朝方とかにやってみようかな。なんかまた大富豪ブーム来てまたハマってきた。あ、アイドルデイズもログインします。アイドルデイズログインします。そうだね、運よく当たったら嬉しいくらいの気持ちでプレイしてくれた方が嬉しいかも。だってさ、会えへんかったら会えへんかったらどんどんなんか会えへんってなっちゃうからさ、そんな重く受け止めすぎずになんか楽しくプレイするのが一番だから。今アイドルデイズ話してる。あ、近いよ、なんか年末特別公演リベンジのカチューシャやってる時のやつが出てきた。頑張れ、新密度上げるぞ。新密度上げ中です。待ってね、限界まで話させて。あ、なんかいい、キリのいい数字に行くかも。ちゃんとね、こちらもアイドルデイズもプレイよろしくお願いします。大富豪ももちろんやけど、まあでも大富豪の方がさ合ってる感があるもんな。もうお腹すく唐揚げの話してきてんけど、自分が親密度上がれ、親密度上がれ。
親密なげ中です。自分と話するってどんな気分？なんかね、不思議な気分。なんか自分じゃないと思ってる。これ多分いつなんやろ、3年前とかじゃない、撮影したの。だからもうもはやもう自分じゃない。あとちょっとでいい、キリのいい数字に行く。疲れちゃった。ちょっと待ってね、今の毎日のミッションクリアするんでね、ミッションクリアするんでね、ちょいお待ちを。お知らせも見て、歩数計も見て、見て見て、ミッションは受け取って受け取って。ちょっと待ってね、みんな、みんなちょっと待ってね、今地下のお仕事をしています。お仕事しております。お仕事、お仕事、 OK OK です。で、前髪めっちゃね、伸びてきて。え、なるほど。30回がミッションだけど、24回で疲れるから、朝6回話しとくといいねんて。え、なるほどな。すごい。戦略的なメモ。ほら、見て、前髪。そう、明日はね、ショールーム配信、ZEPの。ゼップツアーの毎日リレー配信に、夕方ちゃう、夜かなに出るので、明日はな、こうやって行こうかな。みんな夜ショールーム見てな。グッズもさ、出たやんな、確か。さっきツイッターでいいね押したぞ。SK の公式に行きますね。いいね、携帯に台持ちしてるとさ、こうやって調べたりできるから。 SK、 あった。ZEPP ツアー5大都市に関するライブチケット販売に関するご案内。もうチケットは受付が始まってるね、9時から。お、ZEPP ツアーのグッズ見てくれたかな。チーム S の T シャツはカラフルに行こうってことで、今回はあえてのオレンジの T シャツは使わずに、まあチーム S といえばオレンジっていう印象が強いから、紫の最近流行りのパステルカラーにして、 S といえばっていうオレンジからメンバーみんなの名前がクラッカーのように出てるっていうコンセプトで、みんなの名前を覚えてねっていうのも込めて、だからちょっとなんかおしゃれな色、今年流行りの色なんで、皆さんぜひ今年流行りに乗ってください。パステルカラーは淡い系の色はね、もちろんデザインにはね関わっております。あゆかまると筆頭にポップな感じにしました。あとはなんだ、チーム別 ID タグ、キーホルダーかな、これは。あとはクリアートレンディングカード、ランダムなんや。みんな地下のやつを引いてくださいね。なんか変な気分やな、こういうとこの見本の画像で使われるっていうのが。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいねんけどな。いつも言うけど、
あとはブレスレット型ライトやって、新しいの。まあ、ぜひ ZEP のツアーに参戦する人は T シャツ、タオル、グッズも身につけて、もちろんサイリウムも忘れずに会場に来てほしいし、仮にね外れちゃったとしても、なんか配信とかあんのかな、配信ありそうやけど、配信ないのかな。配信ないのか。じゃあその分外れちゃったら、写真でいっぱいね、みんなに楽しかったのをお伝えするし、また行きたいって絶対になんか思わせれるライブにするので、 S の暑さを見に来てください。嬉しいね、チームとかではツアーか。まあ、まだ先やねんけど、なんだかんだ言ってたらあっという間に7月になると思うので、大忙しや、やばい、違う、もう死にはせんな、死にはせん、ヘロヘロになってると思うので、その時期はみんなパワーをください。みんなも頑張って。なんか最近メールの返信だったりインスタのコメント返しを見てると、質問返しか見てると、結構仕事大変っていう人を見かけるので、みんなも体調に気をつけて一緒に頑張りましょう。頑張ってさ、働かへん、大変からな。せやねん。あ、重大発表聞いちゃった？ちょっと改めてツイッターの方では近々もうすぐ告知するので待っててください。そのことはまた改めて告知してから話そうかな。ありがとう、チカもねって。もうチカはバリバリ元気やねんの。久しく体調崩してへんの。みんなでいっぱい。忙しいのはありがたいことや。最近はね、落ち着いてたかな。でも地下の中で勝手に嵐の前の静けさって呼んでるね。頑張ろう、頑張ろう。ねえ、おかしすぎたらあかんでって。最近さ、またある映画にハマってしまって、もうやばいねん。ヤバタヤバタアバターって聞こえる。アバター見たことないし、しかもまだ ここに来て、なんかめちゃくちゃシリーズ作で、ゴシップガールもまだ見途中やし、ナルトもシップーデン入って今いいところまで来てるし、そしたら次また新しい映画にハマって、シリーズ全部で10作あんねんな、多分。夜更かししちゃう。いつもほんま2時ぐらいにさ、お休みって755書こうかなって、ほんまここ最近ずっとそんで寝てるから思うねんけど、絶対みんなに怒られると思ってやめてる。絶対怒られるもん、みんなに早く寝なさいって。最近足りひんな、24時間じゃ時間。あね、ゆきちゃんの生誕祭やんな。めっちゃディスプレイ素敵やってんけど、感動した。なんかゆきちゃんファンの愛を感じたね、地下まで。しかも髪の毛切ったことにすぐ気づいて、受精限定公演が終わった後に切ったってすぐ LINE しちゃった。あー、地下の生誕祭半年後やな。 半年後やな。キュルルン、リップついた。はい。
見つけた際できたらいいな。キュルルン。会いたいな、みどきに。早くみんなに。次の公演は5月31日と6月の6日あ、5日日曜日やった気がする。久々の公演なんで楽しみだな。公演も6と9違うさ、もう公演のさ日程いつまで発表されてるか分からんからさ、いつもファンの人のコメント見て、あ、その日程やって確認してる。そやな、日曜日久しぶりやからな、公演楽しみやな。ネタ応募できるよな、普段お仕事やの人は。楽しみにしててください。なんかこういうキャラクターおったよ。何だっけ、なんかダブってるいろいろ。しかもよく公演出てる気がする。言うてやねんな、多分ちゃんと回数みんな同じくらいになるようにやってくれてると思うから。だって言うて2週間ぶりとかに公演出るで。しかも次、あ、鬼太郎、鬼太郎思いつかなかった。はい、鬼太郎。お腹減った。みんなツイッター見てくれたかな。りさこさんの今日はお誕生日で、ツイッターに写真をあげたんでござる。お姉さん、美佐子さんの写真をいっぱい撮ったからペタリした。こういう時じゃないとさ、写真撮った写真とかあげへんからさ。ちゃんとね、月1かな、月1、あえて月1で会ってて、いろいろ一気にお話聞いてもらって相談に乗ってもらってるんです。なんかほんまにほんまのお姉ちゃんみたいな存在。頼れるお姉ちゃん的存在が近くにいるってありがたいよな。りさこさん、今度落ち着いたらね、お誕生日もお祝いしたいなと思っております。プレゼント何渡そうね、みんなに相談する。何がいいかな、誕生日プレゼント。先輩の誕生日プレゼントで悩まん。で、りさこさんもまたおしゃれな先輩、なんか美意識高いし、アンテナスタバ、スタバカードは何やろな、違う。
かな。自分にリボンつけて、いやもう通用せんわ。通用戦とはって感じやけど。あーそっか、三月さんかも鉄確かにあり。ああいう美容系ね、なんかクレンジングとか確かにありだな。化粧水、なんかピアスとかってチカはめちゃくちゃもらっても嬉しい人やねんけど、ひさこさんいっぱい持ってそうだしな。アクセサリーもな。あースタバのタンブラーね、確かに働ける女性って感じするよな。スタバのタンブラーか、なんかちょっとデパコスのいい化粧水、それこそね三月地さんにもらったやつとか、あのね動画見てくれたらわかんねんけど。あとはあ、食器とかは？食器？食器ありな気がするぞ。ちょっとおしゃれな、かわいい食器。ありだぞ。え、逆にちょっとさ、誰かあの、偵察してきてください。えさこさんが何欲しいか。偵察してきてください。あれ、チカが欲しいやつって、あり。なんか香水とかは難しいもんな。名刺入れはちょっとな、ハードル高い。ちょっと注意が、失礼。パジャマもなんか可愛いの着とったし、え、ちょっと聞いてきてください。その答えいつ出んの。なんかあれやね、リサコさん、リサコ会議みたいなしてるんやんな。それが次いつあんの。でもその答え書けへんやん。その答え聞くタイミングないからな。755だったり755のコメントだったり。あーん、ペアルック、ちょっとサプライズ感欲しいから聞きたくないね自分で。でも地下の中で今ちょっと食器か、自分が三月さんにもらったのちょっといいお化粧水で悩んでるが今何、有効有能説。時計はな、難しいねんな。うん、確かに今野さんに聞くのありだな。これ買おうとしてるんですけど、これ渡そうとしてるんですけどどうですかって、なんかいきなり何がいいですかって聞くと、なんか自分の案じゃない感があって嫌やから。プレゼントってもらうのも渡すのも好き。違うね、腕時計しひんねんな、携帯見ちゃうからね。しかもなんか時計焼けとかしそうで。ツイッター見たら毎朝遅刻してるらしいから目覚まし時計買ったら。やだ、目覚まし時計。まあ確かに自分では買わんけど、なんかちょっと自分が嫌や。まあでもその辺で考えつつ、ちょっとゆまこさんに連絡させていただきます。みんな秘密やで、この会議のことは。
チカコボイスのオリジナルあったよな、なんかそういうグッズ、目覚まし時計確かあった気がする。チカコ会議めっちゃパクるやん。チカコ会議あのコメントなんで見んよーと、ちゃんとちかコメントめっちゃ見んねんで、みんなの。ね、本当に綺麗なお姉さん。今日は何時まで、今日何時まで復活すんのやろ。映画一本見て、やることやって、明日の準備してかな。ちょっとお部屋の模様替えしてな、なんか気分が上がってる。こんな顔になる、眺めてるだけで。みんな最近コメントしてないことに気づきましたって、ぜひしてください。どんなにちっちゃくても短く、ちっちゃくても意味わからない、短くても長くてもいいので、いいねもください、コメントもください。欲しがり。めちゃくちゃさ、何歳に見える今。近い。3歳はやばい、3歳はやばい。6歳、12歳、やばない、みんなちょっと17歳、12歳。やばすぎるやろ、まあ、10代しかおらへんねんけど。21歳です。え、嬉しい。でもそんなみんな若く見えんの？確かにスピは昔と同じ顔やんな。そう、若くなんで、ね、若くなんで、みんなそうやと思うけどな、メイクしてなかったら。最近なんか何もない日とか、ちょっと出かけるっていうぐらいの時はもうね、スピンで出てる。すっぴんでも可愛い人でいたいなと思って、なんかね、みつきちさんがくれたあの化粧水、いい化粧水はほんまに使おうかなと思ってんけど、ポンポンが欲しいってずっと言ってたやつやから、ポンポンがお泊まりした時にあの初めて使ってみようかなと思って置いてる。使わずに置いてる。嬉しい、美人さんになりましたねって。べっぴんさんに絶対なりたくて。トイレ掃除やね。この歌聞いてちゃんとしてる。劇場の、まあ、劇場公演終わった後いつもみんなで掃除するねんけど、もうね、一番にトイレ駆け込む、信じてやってる。べっぴんさんになるように小3の頃かな、
オール掃除苦手。でも最近ちゃんとするようになった。オール掃除嫌い。マイダディ、11時半か。みんな明日はお休みですか？日曜日やけど。撮影タイムはもうすっぴんだぜ。地下のおすすめの映画を教えてあげる。じゃあみんなに Twitter で紹介したやつにしようかな。改めてポリポリ頭かゆい。でりさこさんって思い出してんけど、りさこさんがさネイルやっててさ、まあ長い時にね、携帯の爪がねこうやって携帯にこの当たる音がめっちゃ好きで、もう綺麗って思うかもやねんけど、この音がめっちゃ好きで、たまに真似してさこうやってる。絶対当てんでいいねんけど。 よくないですよね。皆さんちゃんと爪は切りましょうね。でも可愛いんです、ピスタチオカラーが可愛いんです。最近のおすすめは、絶対ちかさ見た映画とかさかぶってる気がする。何見たっけな。嫌がらせ弁当言ったっけ。こちらはですね、いつも洋画ばっかり見るちかなんですが、いた嫌がらせ弁当っていうね映画がね、嫌がらせ、あ、じゃあタイトルちゃった。今日も嫌がらせ弁当、篠原涼子さんが主演で、これはね2019年の映画で1時間46分で結構サクッと見れるんでござる。ちょっと東京やねんけど、東京からちょっと離れてる島に住んでる家族の物語で、反抗期の娘さんがおるねんけど、反抗期の娘さんに対してお母さんが、なんやろ、お母さんの怒り、怒り、なんかいたずら心っていうのかな。それで毎日お弁当をね、ちゃんとお母さん作ってくれるんだけど、そのお弁当パカッて開けたらめっちゃキャラものの弁当とか、例えば風呂掃除しなさいとか書かれてたりとか、そういうお弁当に対して、まあ嫌がらせ弁当、ほんまタイトル通りやねんけど、娘がうってなるお弁当を毎日、それを3年間作っててんけど、作ってる映画で、そうそう、レナさん出てるんですよ。びっくりして、しか知らんくて、あ、レナさんやと思って。そうやね、そう、ノリがね文字になってたり、それをさ作るのに対してもさ、なんか彫刻刀じゃなくてさカッターとかでさ作るのなんかめちゃくちゃ大変やねんけど、毎日嫌がらせ弁当を作っていく中で、なんか生まれる家族の愛情っていうのかな、反抗期の娘さんのリアルな、なんやろ、反抗する姿を描きつつ、でもなんかお母さんがそれに負けじと反抗、また反抗って何やろな、難しいけど、お母さんが負けじと戦う姿がなんか面白いし、ププって笑えるし、でもなんか苦しくなる瞬間もあったり、な
さんがやっぱとにかくすごいお母さんって偉大やなって思ったかな。だししかもお母さんのお弁当が中学生ぶりに食べたいなって思った映画です。なんかでもとにかくお弁当のクオリティが高すぎて、あんなん普通のお母さん絶対作れへんっていうレベルのお弁当を毎日3年間も作り続けてて、そのお母さんの根性がすごいよな。また反抗期の演じてる女優さんのリアルな反抗姿もすごいし、でも自分がもしお母さんがそんなことしてきてたらお弁当も持っていかんっていう選択肢にすると思うから、そう思うと娘さん全然いい子やんって思うけどな。なんか購買のパン買うわってなっちゃいそうやもん。母は強し、アイデアもすごいし。いやお弁当な、なんか大変やな。朝の時間で作りきれへんと思う。もう前日からやってへんと間に合わんもん、近いやったらっていう。なんかお腹が空くので、これも夜には食べへん、食べへんじゃない夜には見えひん方がいいです。あれもそう、南極料理人もそう、めちゃくちゃお腹空いたもんあれ見て。地下の反抗期やばいで。ぜひ見てみてください。洋画ばっかり紹介すると怒られるね、みんなに。洋画苦手な人がだから邦画も見つつ。ぜひ見てみてください。なんかインスタのストーリーでも紹介してるからさ、どこでなんか紹介したか忘れちゃった。インスタのストーリーにもね作ってるので、ハイライトっていうような感じで終わろうかな。みんな夜遅くに見に来てくれてありがとうございました。おやすみ。明日は20時半からゼップツアーの毎日配信がございますので見に来てください。多分おそらくそれが終わった後にお家に帰ってこれたら、いやもう帰ってこれたらというか帰ってくるねんけど、時間があったら配信個人のルームでもするので見に来てください。おやすみ。みんなもゆっくり休んでください。日曜日いい日曜日になりますように。おやすみ。